はい、湘南の慢性腰痛専門整体院院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、肩こりについてお話しさせていただければと思います。はい、まあ、腰痛専門ですけど肩こりについてお話しさせていただきます。まあ、前回前々回とですね、動画をご覧になっていただいた方はお分かりになるかと思うんですけども、まあ、肩こりのことについてですね、なぜお話しするかというと、まあ、肩こりと腰痛っていうのは本当にセットなんですね。はい、肩こりがある方で腰痛がある方多いですし、腰痛をほっとくと肩こりになってしまう方いらっしゃいますし、まあ、肩こり、もともと肩こりでほっといてしまって腰痛になる方いらっしゃるんですね。で、それを別々に考えて治療していてもやっぱり良くならないです。前回の動画ではなぜ肩こりが起こるのかっていうお話をさせていただきました。肩甲骨の位置異常ですよって、肩甲骨の位置が悪くなってしまっているから引っ張られてしまって痛くなっている。だからここを揉んでも良くならないですよね。肩甲骨の位置を戻すようにしないといけないですよね。そのためには肩甲骨を悪い位置にしているやつらが、胸とか脇の下の筋肉があるから、そこを緩めることによってこういう状態、引っ張られている状態が作られているから痛くなるんですね。ということは引っ張っているやつがいるんですよ。引っ張られているところはただただ結果です。原因というのは引っ張っているところなんですね。引っ張っているところに原因がありますから、引っ張っているやつをですね、引っ張らせないようにすればいいんですね。かつ、あとは正しい位置に戻すように、肩甲骨の位置をちょっと正すようにですね、矯正というかストレッチを少しこう肩甲骨を剥がすような形でですね、ストレッチを入れてあげるといい状態になるんですね。で、そこでですね、まあ、肩こりを治すと腰痛も治るっていうところなんですけども、それはですね、肩甲骨由来の腰の痛みの方ですね、特に多くですね、そういうことが起こるんですね。で、そこでですね、まあ、特にですね、ひねったりとか反ったりする痛みなんですね。ひねったりとか反ったりとかする痛みなんですね。その時に腰が痛い方、かつ肩こりがある方っていうのは肩甲骨由来であることが多いです。腰痛の原因が肩甲骨の位置異常っていうことがですね、結構多くあるんですね。はい、なのでそういう方に対して骨盤矯正をやっても意味がないですよね。なんでかというと肩甲骨が原因だからです。はい、で、肩甲骨の位置異常っていうふうに前回からもお伝えしてるんですけども、要は肩甲骨がですね、絵がうまく描けるかどうかわからないですけど、まあ、こうやって肩がありますよね。はい、で、肩甲骨、背骨がこうやってあるとしましょう。で、肩甲骨っていうのはこういう感じでありますよね。で、ここから肩、こうやって肩こりがする、この僧帽筋っていう筋肉ですね。僧帽筋以外もありますけど、僧帽筋っていう筋肉があるわけです。で、これが肩甲骨がですね、猫背の方とかですね、こう内巻きになっているような方ですね、こういう方は肩甲骨が外に出てくるわけですね。こうやってあんまり外にかけてないですけど、要は引っ張られちゃうんですよ。ここが引っ張られちゃう。だからこうやって痛みが出ちゃうんですね。はい、分かりづらいですかね。こういうところに痛みが出ちゃうんですね。はい、もっとぐちゃぐちゃになっちゃいましたね。で、こういうふうにですね、痛みが出てしまうんですけども、肩甲骨がですね、要は外側に行くことによって何が起こるかっていうと、肩甲骨っていうのはですね、浮き舟なんですね。浮き舟でないといけないんです。肩甲骨が浮いてる状態、要はですね、こういう感じですね。こうやってこう手がしっかり入るような状態ですね。肩甲骨がしっかりこう動くような状態ができればいいんですけども、猫背の方っていうのは背中にぴったりくっついちゃうんですね。肩甲骨が、まあ、浮いてる状態が作れないんですよ。要はもうぺったりくっついちゃってる、まあ、埋め込まれてるような、埋没してるような状態なんですね。そうするとですね、もちろん肩は凝りますよね。引っ張られちゃうから凝りますよね。かつこのひねる動作っていうのはですね、実際は腰だけではなくて肩甲骨も動かなくちゃいけないんですね。なので肩甲骨がこう動かない方、ぺったりしてくっついて動かない方は、本当はここまでしか体いかないんですね。いかないんですけど、行こうとするじゃないですか。だからいたたたたたって腰が無理して動いちゃうんですね。本当は動いちゃいけないところまで動いちゃうんですよ。だから腰が痛くなるんですね。わかりますか？肩甲骨がしっかり動いてくれれば、
腰が普段じゃあ例えば5動けばいいところで、肩甲骨が5動けばひねる動作っていうのは完成されるわけじゃないですか。でも肩甲骨が動かない方は5で腰は5動きますよね。でもまだ行きたいんですよ、向き足りないから。そうすると7、8、9っていう感じで動いちゃうと、それは腰痛くなっちゃうんですね。反る時もそうです。こう反る時に肩甲骨もしっかり動いてくれれば、5対5っていう腰と背骨がですね、腰と肩甲骨がですね、5対5で動くんですけども、肩甲骨が動かない状態、猫背の方とかですね、そういう方は背骨が5動くんですけど、肩甲骨が動いてくれないから、もっと反りたいんです。反れないんですね、本当は構造上。でも反るんですよ、人間っていうのは。そうするとイタタタタタってなるんですね。だからですね、肩甲骨の動きを良くしてあげれば腰痛もなくなるわけですよね、はい、腰が痛いかもしれないですけど、腰に治療しても良くならないということが分かりますよね。なぜかというと、肩甲骨が動いてないから、腰が動いちゃいけないところまで動いてしまうから痛いんですよ、はい、腰の関節っていうのは、背骨の関節っていうのはすごく狭いんですね。実はすごく狭いですよ、こんな感じで、ここすごく狭いんですね。なのでそんなにめちゃくちゃ可動性があるわけじゃないんですね。こういう肩甲骨が、これ今こうネジで止められちゃってますけど、動かない状態ですよね。すごく外にありますよね、この模型も。もっとこう内側に寄っててほしいんですね、実際は。そうなると肩甲骨ぺったりくっついちゃってますから、動かないから、こういうところが動いちゃってぶつかって痛くなっちゃうんですね、はい。だからですね、肩甲骨の動きを良くしてあげると、ひねる動作とか反る動作とかってすごい良くなるんですね、はい、腰が動かなくて済むからです。腰が5まで動けばいいのに、腰が6、7、8と 動いちゃうから痛いんですね。ほっとくと背骨ぶつかっちゃいますよね、変形してきちゃいますよね、はい、なので肩甲骨の動きを良くしてあげれば、それは肩こり、首こり、頭痛も良くなりますし、腰痛も良くなる。だから肩こりを治すと腰痛も治るっていうところになるんですね。うまくまとめられたでしょうか、はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、私腰痛専門でさせていただいているんですけども、実際肩こり併発されている方とても多くいらっしゃいます。でもですね、実際腰痛の原因と、まあ、本当に一緒なので、一緒に治療しちゃいます。腰痛の治療をすると肩こりも良くなっちゃうので、はい、そういったところで、もしですね、肩こりとか、腰痛で併発されていて困っていらっしゃる方、それからですね、肩こりだけで困っている方も、実際ほっとくと必ず腰痛になりますから、今のうちにしっかり対処しておいた方がいいかと思います。もしご質問等あればですね、下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひご質問ください。またですね、次回以降もですね、ちょっと肩こりの原因をほっといてしまうと腰痛になってしまうケースっていうところもですね、お話できたらなというふうに思っていますので、ぜひ次回以降の動画もですね、お見逃しないようにしていただければと思います。 YouTube チャンネル登録していただくと見逃さないようになりますので、ぜひ登録していただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。